フライ級準決勝、フライ級2位レパード玉熊とジュニアバンタム級5位中島俊一の試合は、前に出る強打の中島に対してサウスポー黒いトランクス玉熊も足を止めて応戦。5回にダウンを奪うなど打ち勝った玉熊が大差の判定勝ちを収めました。